そうだね。サッカー使うってなるとなんかそうなりがち。そうっすで、ね。もうちょっとシーンというか、そういうノイズシーンとか、関西ノーウェーブとかを、なんか俯瞰で、そうだね。昨日はでもなんかすごい普通、ああ、でも、あれは面白い。でも、面白いっていうか、まあ、その映画が面白いっていうか、クラスのドキュメンタリーはすげえ面白い。G バウチャーとかがいいこと言いすぎ。で、なんかその、もう本当に大好きな言葉があります。あれには。なんか、まあ、本当にすごいこと言ってるなと思うけど、人より優れているものを作る必要はなくて、例えばお茶を誰かよりちょっとだけうまくできるとか、うまく入れられるみたいなこととかだって、別に立派な表現だし才能だみたいな話を G バウチャーがしてて、いや、もうなんか、全部の美大でこれ流してほしい。本当に。てこ、いや、でも本当そういうことだから。俺が言っても説得力ないけど G バウチャーが言うとすごいいいみたいな。はい。ごめんなさい。だからいい映画あった。クラス。クラスの映画を見ろ。なぜそのドキュメンタリーに絞ったの？いや、例えば音楽の映画だったとしたら、なんかその音楽が印象的な映画とか、音楽が、広すぎあ、るわ。そうそうそう、広すぎ話題る。が取り留めなくなっちゃうってこうん。と。ドキュメンタリー、ドキュメンタリーに絞ると。逆にこの人あったらいいのにな、みたいなのがあるかもね。まあ、でもなんか、ザ・ライズ、ライズ、アンティル・ザ・ライズ・テイク・アウトとかは、でなんもだそろのさ、それってなんかその映う。画って形になっていることが限定されているっていうこともさ、なんかすごいこうなんか俺とかは意地悪だから、なんかすごい気になっちゃって。で、なんかその、なんかフォーエバーレコードのさ、東瀬戸さんだっけがやってるその、アウゲンって書くの、ビデオとかってなんかすごい、あれだって別にその音楽ドキュメンタリーって音楽のドキュメンタリーじゃない？ほとんど、たぶんライブの演奏とかだけど、なんか、あと、山本誠一ソロインプロビザールっていうビデオが出てて、なんそか、んなもある山本誠一ソロインプロビザールって、なんかそのビデオのなんていうの、本当にデフォルトの文字みたいなのが出て、そうしたら、インプロビザールって出たら、たって、たがたがた、たがたがた、みたいになって、で、次の瞬間、なんか、マイクが置いてあって、で、そこにこう横に寝てる山本誠一が映って、にゃ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 とか言って、なんか、猫の真似して猫の真似しながらこのマイクと戯れる山本誠一が映るの。めっちゃ面白いじゃん、そんな。それ見たいな。それは、でもそれはさ、音楽ドキュメンタリーっていう枠ではないんですよ。ああ、っていそううだね。と捉え方にならないから、なんか、その、音楽ドキュメンタリーって絞っちゃうと、なんかむしろつまんないものしかないかなっていああ、う、そまあ、でも絞った上でそういうちょっとはみ出る話もらえの。た方が、なんかまあまあ話しやすいかなと。東瀬戸さんがやってた王源とかで出て、だからあれすごい。だってスーパーボールのビデオもあるし、キャロライナーレインボーのビデオもあるから、あれは素晴らしいですよ。超影響を受けた。なんか別にこの話した後に言うのもあれだけど、いや、僕は買ったけど、お茶の水ジャニスに結構あって、それで見れました。羨ましい。なるほど。あと、なんだっけ？あれとか、なんか、山崎まどさんと、あれってなんだっけ？精神解放のための音楽で載ってんだっけ？どうだっけなぁ。まあ、この辺の話してるとなんかちょっとゾワゾワするところもあるけど、なんかその、これどういう楽器なんですか？みたいな話したら、なんか、浅田飴に、こうなんか、多分コンタクトマイクかコイルみたいなの巻いて、楽器にしてるんですね。これどうやって使うんですか？いや、こうやって振って、ギターとかよりやっぱこういう方が自分には合うかな、みたいな。こと言ってんのとか、すごいいいよね ああいうのはいい。で、これはさ、もう、なんつうの？その、例えばこれがフランク・ザッパに対するドキュメンタリー映画だったとすると、こう、なんか、撮る側ももう構えてんのがわかんの、すごい。で、で、ザッパが生きてたとしてさ、その辺、まあ、聞くのかもしれないけど、いや、この浅ざめの感何なのみたいなのがさ、あんまないっていうか、なんていうの、その、なんていうの、その、
もう大層なもんですっていうものを前提に撮ってるのと、なんかその辺のあんちゃんと喋ってる感じで喋ってるのってなんか全然違うのよ、やっぱりその現れるものも。でってなるから、なんかその音楽ドキュメンタリーをわざわざ作るってなった時に、そのなんか撮れるものってなんか意外と少ないのかなみたいな感じはありますけどね。いや別にそのミュージシャンで好きってそういうのっていうのはたくさんあるよね。まあ別にリー・ペリーとかってあるし、なんかあったかな。まあアメリカンハードコードも別につまんなくはないっすよね。つまんなくはないっすねとか言ってお前誰なんだよお前、終始ほんと。Yeah!